こんばんは、どうも。今日はお話し会ではなく握手会でした。はい、楽しかったピエロありがとう。ケイさんありがとうございます。何日ぶり？3日ぶりぐらい？配信は2日ぶりかなですかね。まあせっかく握手会終わりなのでちょっと遅くなったんですけど配信始めました。結婚してお疲れありがとうちょっと SNS は更新しないんですけど、はい、ショールームはするあーでも待ってメール全然送ってないわ、やばい明日絶対送るからごめん。この携帯でしか送れなくて今使っちゃってるからメール送れんわ。疲れありがとう。そうじろくんもありがとう、ありがとう。いっぱい話したね、ありがとうサザン T シャツ似合ってた。半額もめっちゃ可愛い、ありがとう。リバースもいっぱいコメントありがとう。可愛いですか。今日はちょっとさっきお昼寝したんですよ、1時間ぐらい。朝早かったから昼寝したらめっちゃ復活して、今私31日シンポジなんですけど、それの振り起こしをしてました。やっとオープニング終わった間に合うかなこれ、大丈夫かな、まだユニットとかやってないけど。そう、まず振り覚えようと思って、立ち位置は覚えてないんだけど、まあでもまあ6年間で培ってきたものがあるのできっと大丈夫でしょうと過信しておりますはい、でも配信終わったらもう一回練習しますよ。もう一回再開して中盤と、まあ、ユニットやって、アンコールはリーダウンまでは入れたいな。アンコールは明日やっても良さそう。ビンゴとかは割とやること変わんないからね、みんな。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、今日までは決め振らず待っていてよかったわ、運命を味方にララミトゥ。あきちさん、クマありがとう。昨日たくさん来てくれてありがとうね。すごい思い出いっぱいですし、てか配信するとか言ってしなかったよね、ごめん。昨日18時20時ぐらいにしようかなって言って、その時間なら見れるよって言ってくれたのに全然できなかった。ありがとうクマ。うん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 、はい、ありがとう。山さんもいっぱい来てくれた、ありがとう、嬉しい。山本さんもお化けありがとうございます。今日はラスト2部かな、来てくれてありがとうね。いっぱい話して嬉しい。やっぱ全部覚えてる、こうやって名前見ると話したこと蘇ってくる。コンペもありがとう、ありがとう。こちらこそありがとう、仲良し一応ありがとうございます。久しぶりでしたね、とっても。ランランランでジャケット脱ぎ忘れないでね、マジで。それは本当に一番頭にあるから大丈夫、頭の片隅とかじゃなくてど真ん中にある。一回やらかしてるからね。てか脱ぐこと知らなかったから初めて出た時で、なんか一人で着てることにも気づかずポケーっとしてて、本当最悪やらかした、マジでやらかし事件だね。お疲れありがとう、優しい。ハートもありがとう、結婚してもありがとう。
結婚してってすごい握手会で言われるけどさ、みんな対面で言うのすごいなって思う嬉しい、それぐらい好きでいてくれてるんだって。どれぐらい本気かは分かんないけど、ネタで言ってるのか分かんないけど、対面で言うのってなかなか勇気いるでしょ。だってお疲れ、ありがとう、ありがとう、大山さんありがとう、いっぱいループしてくれて痩せちゃう。もうさ、めっちゃループしてくれてる人とかさ、歩数やばいでしょ。ヘルスケア見てみて、絶対2万歩ぐらい歩いてるから幕張メッセに行くだけで歩くのに。ドビーさんもかわいい、ありがとう、感謝。めっちゃ話した今日そうね、でも話したいことをちょっと忘れちゃってたんでしょ。思い出して次話そう。ありがとうね、ありがとう、こっちのこそ。1月2月も1月も押し込んだ。そう、1月が本当のラストなので。あ、トリックアトリート。ハロウィン。月曜コスプレしてたんだよ。偉いでしょね。コスプレ。もう、多分ね、今日が本当に最後のコスプレだったと思う。そう、あんま、乗り気じゃない。本当にコスプレ、自分的には。頑張った。からまあ見納めということで、本日来ていただいた方、はい、写真はまあプラメ、あ、でもちゃんとした写真は撮ってないので、まあ、プラメにちょっとドアップのやつ明日送りますね。にゃんこさんもありがとう、帽子嬉しい、ありがとうございます。あ、ラブレターもありがとう。しゅんさんもありがとう、かぼちゃってかめっちゃありがとうね。2日間、遠くからもう愛しか伝わらなかったありがとう、感謝。しゅんさんもありがとう、ありがとう、カメラでまた撮ってね、私のことかわいい。だよさんありがとう、嬉しい。私、そう、何のコスプレしてるのってね、百発百中で聞かれた。そのこれ何のあれのコスプレだよねとは一回も言われなくて、これ何のコスプレなのって聞く人にはみんな聞かれたんだけど、ホテルマンのコスプレをしてました。ホンテッドマンションのキャストさんみたいなやつかな、それを着てたんだけど、ちょっと分かりづらかったよね。で、なんかさ、さっきからさ、怖い、待って、ね、さっきからね、違う、私さ怖いの、なんかドアが開く音がするので、待って、怖い、待って、怖いんだけど、ね、やめて、ハロウィンだから、ちょっと待って、本当に怖いんだけど、ごめん。そういう話したから、ホンテッドマンションの話したからかな、めっちゃ怖い、無理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 、待って、そんなに私怖がりじゃないけど、怖いんだけど、何の音、さっきもあったのだから怖くてこう見渡したんだけど、普通に何もなくて、風も吹いてなくて、ほんと何の音って怖いんですけど、詰まって、無理無理、でもいいや、ちょっとみんながいるからなんかちょっと心強いわ。え、待って、ほんと怖い、ありがとう、大山さんブラボーありがとうございます。急になんかゾッとした。とうとう選ばれた、ありがとう、お化けもありがとう、かわいいお化け切り替え早っ。屋根裏とかないんよ。音楽かわいい、ありがとう、幸せ、かわいいっていっぱい言ってもらえて幸せな人生だ。あやさんもありがとう、ありがとう、こちらこそだよん、ありがとね、いっぱい話してくれて。
ファイトありがとう、頑張る。大輔くんもいっぱいありがとう。なんかお菓子もありがとう、みんな。あしまさんもめっちゃ可愛い、ありがとうございます。昨日幸せだった、話せてありがとう、感謝だ、本当に感謝しかないですし、なんかこうやっぱり泣いてくださる方とかもいて、ちょっと切なくなっちゃった泣くからもう泣かないでと言いつつも、まあでも嬉しいけどね、そんぐらい好きでいてくれたんだって思うと。そう、しかも握手会自体3年ぶり4年ぶりとかだったので、なんかこう懐かしい感覚だったよね。やっぱりすごい、私の活動時期って本当コロナ禍と超重なってたんだなっていうのを実感しました。入って2年ぐらいは普通に握手会が当たり前だったけど、そっからもう全然握手できなくなってね。えコロナ禍って大きかったね、やっぱり。紙面がいっちゃん可愛いって思います。本当ですか、愛着湧いてきたんじゃない愛着って湧くよね。なんか私めっちゃ結構さ特徴的なところあるからさ、めちゃくちゃ美しいとかめちゃくちゃ可愛い綺麗だとかっていうのは普通に客観的に見てもめちゃくちゃだとは思わないんですよ。ちょっとは思うけどめっちゃってわけじゃなくて、でも多分みんなはすごく私のこと好きでいてくれてる人はもう愛着が湧いてるから多分好きでいてくれてるのかなっていう気持ち、抜けられない沼っていうのかな、ちょっと眠れすぎかなそう、大ちゃんありがとう、こちらこそいっぱいありがとう。あ、待って、なんかさここしか映さないとさ変なポーズしてるみたいになっちゃう。幸せだった、ありがとう、こちらこそだよ。あの手の握り方好きです、恋人つなぎ。でも結構人によって違うかも、手のつなぎ方合わせる私ど、なんか手の出し方でこう両手でつなぐ人もいればこうやってつなぐ人もいるし、そう。でもみんなそこに集中あんまいかないよね、きっと会話の方に集中するから、ちょっと余裕ある方はぜひ私がどんな手の握り方をして倒してるか見てみてください。11月行かせていただきます、嬉しい。11月、あっという間に来そうだね。11月も本当に昨日ありがとう、お話し幸せでした、私も幸せだった幸せな温かい気持ちになれます、みんなと話すと。話し会何回も緊張した、やっぱ握手の方が緊張するのかな、そういうもの。実物はどうですか、でも2日間割とちゃんとメイクしてました、フルメイク当たり前だけど、うん。でもちょっと寝たからメイクは落ちたんだけどね。学外の可愛さいつも言ってくれる、6年前から言ってくれるじゃん候補生の時からそう言ってくれてる。帰って昼寝した、同じ。今日はケータリングを持ち帰って食べました。
今日はなんかね、豚しゃぶと普通に白米とオニオンリングと大根の煮物とそぼろとかだった。そう、美味しかったです、すごく。しかもなんかこうさ、ケータリングってさ、自分でこう量調節できる、ご飯少なめでとかって言えるから、すごいね、ありがたい、マジで。私差し入れでやっぱちょっと太った 500g ぐらい、 800g ぐらい多分太ったんですよ。でもすごいむくんでるから、ちょっとむくみを取りたいね、あさってまでに。2日間で思ったのは、結構剥がしの方が違う そう、すごい全力で全身使って剥がす方もいれば、ちょっと控えめな謙虚な柚子ちゃんと仮装できて嬉しかった。私もめっちゃ可愛かったけど、ちょっと心配だった、可愛すぎて。なんか大丈夫だった、すぐ着替えた。心配になっちゃうのよ可愛いから。みずきさんめっちゃ可愛い、ありがとう。てか久しぶりじゃない？ずっとアバター変わってない。ありがとう、めっちゃ可愛い、嬉しいねえ、京香さんの卒業びっくりした。さっき SNS、Twitter じゃなくて X で見てびっくりしました。でも48人になっちゃうんだよね、 AKB が。すごいびっくりです。今日の枚数確認の人と剥がしの人は割と優しかった。確かにそうかもしれない。昨日の方はめっちゃ背高かったの。なんか何センチあるんだろうって、195ぐらいありそう。いや、ワンチャン200じゃない、200センチはありそうだった。すっごい背高って思って見てた。こんばんは。見違えるくらい綺麗になったの。本当ですか、嬉しい。だから結構あのショールームはさ、角度詐欺もあるからさ、そう、照明とかそういう自分の盛れる角度で撮ってるから、また実物とは違うんですけどね。ぐんちゃん可愛い、ありがとう。なんか痛い。お仕事お疲れ様です、可愛い、ありがとう。みんなはどっちが好きなの？ループするのとループしない、あのまとめ出し。やっぱまとめ出しの方が好き？まあなんか焦らないよね、こう話途中で終わっちゃうかもみたいな、大丈夫かなっていうあれがないからさ。うん、そう。でもなんかこうさ、最初はさ30分ぐらい1枚出ししかできないじゃん。その時結構空いてるからその時来てくれるのも嬉しい。最後結構並びがちだから、どっちも嬉しいんですけどね。まあお菓子ありがとう、嬉しい。実物もっと可愛い、優しい、本当に。え？すごいでっかいの来た。でっかいお化けクマさん来たんだけど、え、カープさんじゃん。ねえ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 。
ひろきさんだよね、合ってるよね。嬉しい待って、最初にもっとリアクション大きくするべきか。いつもリアクションとかがさ、なんか表めっちゃ心の中ではめっちゃ喜んでても、あんま表に出なくて、そう、それがちょっと今後の課題アイドルやめてからの課題でもある。その方がいいよね、リアクション大きい方が絶対いいですよね。カップさんちょっと待って、私が書くので。先週武道館行った、楽しかった、ありがとう、はるばる、めちゃくちゃ遠くから。今書いてるので待っててくださいね。今日は29日で合ってるかな、あ違う、ね、30日今日って、違うね、29日だね。え、じゃあ本当にあと2ヶ月だ、私ちょうどちょうど2ヶ月ですね、 AKB にいるのは。びっくり、ありがとうございます、ひろきさん。タワーありがとう。ちょっとクマさんの絵はあれ雑かも許して。取れた、ありがとうございます。取れてなかったら教えてください。来年から千葉を走る JR の特急から自由席がなくなる。 JR の特急乗ったことないし乗り方が分かんないんだよね。潮騒とかでしょ、あれマジでさ。なんかさ、その私 Yahoo の乗り換えのやついつも使うんですよ。もうなんかさ、結構家ギリギリに出るタイプだから絶対にこう乗る電車調べていくんだけど、なんか潮騒とかさ出てくる時あるけどさ、なんかさ潮騒乗り方わかんないし、券の買い方もわかんないからさ、しかも大して時間変わんないから乗ったことない。ありがとね、タワーひろきさん、改めてありがとうございます、感謝。結婚してもありがとう、考えとく。成田エクスプレスも1回しか乗ったことない。1回だけさ羽田と成田間違えたことがあってさ、なんで間違えたんだかちょっと分かんないんだけど、多分1人で旅に出る時だったんだけど、めちゃくちゃ焦って、しかも私クレジットカード持ってないからすぐにその違う電車の指定席を買うことができなくて、やばいってマジで焦ったんだけど、なんとか窓口で聞いて、そう成田エクスプレス乗って成田空港行ったの覚えてる。間違えたら終わるよね、羽田と成田って。でも間違いがち、たまに国内線でも成田の可能性ってあるじゃん。
国際線のイメージあるけどね、マジで危ないのでみんな飛行機使うときは気をつけてね。危ないので。私でも11月飛行機乗るんだけどさ、飛行機でも苦手なのね。あんまの本当は乗りたくなくて、あの気圧がダメだから。気圧でなんか本当にさ、自分あれみたい、お菓子の袋みたいな感じで、すごい気圧で変化するんですよ。飛行機乗った後いつもぐったりしてる、降りると元気なくなっちゃう。そうだ、あんま本当は乗りたくないんだけど。だからでもさ、海外旅行行くってなったらめっちゃ乗るじゃん。でメキシコ行きたいとか言ってたんだけど、メキシコなんて1日かかるからさ、これちょっと飛行機を一旦なんか克服する方法を見つけてからじゃないといけないなって思って、カンクンに行きたいんだけど、そう、一旦じゃあちょっと国内旅行からね、行って飛行機に慣れてからにしようと思って。飛行機本当苦手。なんか最初は耳だけこうキーンってなる感じがあって、それだけで済んでたんだけど、それだけじゃなくなって本当に無理になっちゃった。だから新幹線の方が好きかな。ありがとうございます。え、どこへ行く先決まってないの？なんかあと多分3日後4日後ぐらいに旅に出るんだけど、行き先決まってないので、知らないのまだシークレットザ・シークレットって感じ。本当に来週旅行2回行くんだけど、自分で計画したやつじゃなくて、あのご褒美旅行なんだけど、本当に行き先が分からなくて、何回か聞いてるんだけどまだちょっと調整っていうか分かんないらしくて、だからね、その服装がもう私結構衣替えしちゃってるから、あの極端なところは無理なんですよ。沖縄、北海道、極端なとこはちょっとさ、そのコートの問題とかさ、半袖とかももう全然しまっちゃったからさ、あんまなくて、秋服なんかニットの半袖とかしかなくて、え、でも私の予想的にはどっちかだと思うんだよね。なんか結構極端な気がしてて、北か南か、どっちに行きたいかっていうと沖縄かな。石垣島もあり自分で選べないけど、石垣も行きたいかな。え、再来週暑いの？そうなの？そうなんだ。やだ、暑いの困る。マジで。そう、沖縄はまださ、あったかいじゃないですか。グラビアやらないよ、もうここに来てやらないよ私やりたくないもん。そう、今改めてこう、そのなんか芸能にもう芸能やってよかったとは思うんですよ。その自分が目指してたものだから、やってわかったことが大きいから、もうやらなくていいっていうのが自分の気持ちで決心したから、
そうだからこそグラビアやりたい気持ちは1ミリもないです。私は見るのは好きかもしれない。でもそうなの、あったかい方がまださ、こうなんか大荷物で行きたくない。まあ、いいんだけどね、冬の北海道もいいんですけど。あとね、香港に行きたい。ちょっと香港の友達に会いに行きたい、まぶちゃんに。いつわかるの？その旅行の日程だよね。わかんない本当にわかんないのよ、その日程が。ちょっと困っております。ちょっとどうしよう。もう私さ、コート今年買ったからさ、もう着たいんですよね。ハーリップトゥーのこじはるさんのブランドのコートを購入させていただいて、まだ一回も着てないんですけど、箱から出してない状態なんですけど、早く着たいです。それが早く寒くなって、そして街中がクリスマスソングで溢れてほしい。すごい幸せな気持ちになるから。本当にクリスマスの時期好きだし、なんか毎年親戚で集まってクリスマスパーティーをするんですよ。でちっちゃい頃からやって、 AKB 入ってからあんまそれ行けなかったんだけど、握手会とかぶりがちだったから。そうで、その日に限ってもう夜の部で絶対に行けないっていうそうな感じだったんだけど、今年は何も被らなそうで、多分行けるので、その親戚の集まり、そうおじいちゃん家で集まるんだけど、もうおじいちゃんもさ結構80後半とかで、なかなか集まれる機会もね、いつまで永遠じゃないから、あるか分かんないから行きたい今年は楽しみだな。あとね、なんかね、やっぱ街歩くの好き、イルミネーションとかは好きじゃないんだけど好きじゃないっていうか、あんまなんて言うんだろう、どっちでもいいんだけど、でもやっぱなんか街がこうきらびやかなのは好きだし、イルミネーションだけを見に行くってことはないんだけどね、キラキラしたそういう街並みとか、あとショッピングセンターとかでこうクリスマスの曲が流れてたり、なんか服装も好きなんだよね、その冬服が好きなの人が冬服着てこうなんかマフラーに顔をうずめてる光景とかも、なんか幸せだなって。吐く息も白かったりとか結果冬が好きなんですよ。そう、冬生まれっていうのもあってね、結婚してありがとう安楽めっちゃ結婚したい人発見ありがとう。ちょっとまあ考えとく、ありがとう。くなるかん、だまさや、ゆずかよしはし、いいね、ありがとう。だやまさんも丸の内もイルミネーションやるんだ。あんま丸の内のイルミネーション行ったことでも去年の12月の誕生日の時には丸の内にいた気がするけど、その時イルミネーションやってたかな。冬服欲しいのありすぎてマジでやばい、やばいけど、 ZOZO タウンで靴買ったんだけど、よく見たら届くのがまだあと1ヶ月後だった。びっくりしちゃった。早く履きたくて買ったのに。初めてロングブーツを買いました。
ロングブーツデビューしちゃう。最近スニーカーばっかだったから履いてんの。久々にヒールの靴を買いましたね。結婚して、結婚ありがとう、ハートもありがとう、お疲れもありがとう。そう、で昨日の夜もねクリスマスソングを聴きながら寝たし、今日も昼寝1時間したんだけど、その前はクリスマスソングを流しながらそれを子守歌に寝ました。そう、なんかいいよね、本当にクリスマスソング好きな曲が多い、いい曲がいっぱいありますね。白い恋人たちの季節ですね。お疲れありがとう、お疲れ、結婚してありがとう。ロングブーツ、ロングブーツって結構3年前4年前ぐらいから流行ってるよね。でもなんか靴ってさ、あ、試着がすごいめんどくさくて、試着できればしたくなくて、あと靴は重いから持って帰りたくないんですよ。でもネットで買うと結構失敗しがちじゃないですか、こう靴ずれができちゃったりするんじゃないかとか思ったりで、あんまり靴を買う機会がなくて、自分で、そうだからちょっとね、今年は先手を打ちました。もう毎年自分はそうだから、すごいイルミネーションありがとう、早い、ハムちゃんありがとう。そうで、いつもそうなるからネットで買うのもなんか自分の足に合うかなとかで、結局そのショッピング行っても買わないから、もう今年はまあ失敗してもいっかぐらいの気持ちでとりあえず、じゃないと私はもう靴がなくなっちゃう。もう同じ靴ばっか入っちゃうから、同じね、なんか短めのヒールの靴ばっか入っちゃうんだよ。あいまつありがとう、ピエロありがとうございます。結婚してありがとう、考えとく。あ、そうなんだ、アマゾンって交換できるんだ。え、でも全部ではなくない？なんかさ、アマゾンってさ、いろんなさ、こうショップがあるけど、物によらない？ショップによらないね。試着が本当にめんどくさいの本当にめんどくさがり、私は。でもそれを極力出さないように、見せないように、あたかも丁寧な生活をしてるかのように見せるのが得意なだけで、本当に超面の草刈りそう、なんか使ったリップすら元に戻すのめんどくさいって思うぐらい読んだ本も元に戻せない時ある。そう、昔からそうなの。昔さ、おじいちゃん優しかったんだけどさ、なんか結構おじいちゃん片付けのスイッチが入ると超なんか半日ぐらいかけて片付けすんのね。私がマジで片付け下手だし、したくなくて、ある棚に全部突っ込んだの、物をもう整理整頓とかせず、何でもかんでも同じ棚に突っ込んだら、それがバレてめっちゃキレられた、優しいおじいちゃんに覚えてるわ。そう、昔から本当に片付けだけはね苦手なの。だからちょっと片付け得意な人教えて、私に収納の極意を教えてください。試着しないと怖くない？え、怖いけど着るか、まあ合わなかったら見るとりあえずクローゼットにかけとく。
11月の串かがめさん、ありがとう、みんな撮ってくれてありがとう、嬉しいです。ラストクリスマスですね、ラストクリスマス、みんなとの。私会出てちゃう、目の前にとマジ話すこと忘れる、本当に、ね、私全然緊張しないんだけどさめっちゃなんか毎回なんかその場その場を楽しんでるから、握手会は特に緊張しないから、しなくていいよって言ってもそれは難しいのが人間だから、もう ありのままで、緊張してても嬉しいし、してなくても嬉しいから、もう何も気負わず来てください。毎回本当に幸せだよ私は。ゆず恋やばい赤ちゃん、今日はありがとうね、チュッチュチュッチュ、いらないねいらないし、何年ぶりよあなた、3、4年ぶりだった。さやかちゃんありがとう、こちらこそマジありがとうしかないありがとう、感謝。緊張する、本当に、でもどっちでもいいよ、緊張してくれてるのも嬉しいから、そのままでいいよ。成り行きにしてる、そう成り行き大事、成り行きで行きましょう人生成り行きだわ。タコありがとう、久しぶりに見た、でも私卒業したら切る気がする髪の毛ね、迷ってんだよね、ドレスの形にもよるんだけど、本当は今の気持ち的にはもうね20センチぐらい、これぐらいにしたいの、これぐらいにして、なんかこう外羽根みたいな感じで、ちょっと大人っぽいじゃんミディアムって、あやなんさんぐらいにしたくて、髪の長さは29日前髪ある可能性、待って、私の気がすごく変わったら怖いのよ、今更前髪作るのが、作りたいんだけど、なんか結構前髪なしの方が好きだよって言ってくれる人が周りに多すぎて、そう結構ファンの方は五分五分なんだけど、周りのメンバーとかスタッフさんとか友達とか前髪なしの方が唯一無二感あって可愛いよって言ってくれるから、結構人の意見に流されやすいから前髪はないんじゃないかな、でも分かんない、次の日に切ってそう、次の日30日に切ってる可能性はあるけど、でもね SNS いつまであれするかだよね、29日で更新は終わりだから、ちょっとお見せすることはできないかもなんだけどね。かわいい、ありがとう、タコもありがとうございます、感謝。あ、オンラインお話し会だ、そうだ
でもオンライン話し会の時は SNS も消しちゃってる気がする。更新しないから、まあ来てくれた方だけ見れるというわかんない、でも買えないかもしれないしね、そこはわからないんだけど。でもちょっと今長すぎるかな自分的には。私結構チンチクリーンで手足も長いタイプじゃないから、なんか髪の毛が長すぎるとね、なんか余計チンチクリーンに見えるんだよね。だからちょっと切りたい。こんぐらいかな、切りたい、切りたいです。どうしよう、ドレスの形によるな。でも岡田がエクステつけててめっちゃ可愛かった、マジ似合うよね。なんかさ、そう、岡田がエクステつけるんだみたいな話をしててさ、私エクステつけたことあるから、なんか一個心配だったのが、その結構お店によってエクステがちゃんとしたところとちゃんとしてないところがあって、本当になんかエクステってしかも保つのが大変なの。本当になんか見てる想像の20倍ぐらい高いし1回 4,5 万はしちゃうんですよ。しかもなんかその管理が大変で、なんか最初につけた時はもう全然ボッサボサの毛だったから、なんか3日で取っちゃってもったいないことしちゃって、でもなんかそのやっぱね、行く場所によったね、エクステは。で色もなんかこう自分の毛と色がないところ、在庫がないところとか行っちゃうとちょっと違うやつをつけられてしまったりするから、ちょっとあのちゃんと都内の口コミがいいとこ行った方がいいよって言って、でもちゃんとね色味あってすごい馴染んでたからよかった、超可愛かったもん、思わず DM 送っちゃったインスタに可愛すぎるんだけどって。マジで似合うよね。でもロングも可愛いけど、やっぱショートも似合う、何でも似合うか岡田は。可愛い、ありがとうデュークさん、嬉しい、可愛いいっぱい、岡田可愛いよね、似合う、ありがとう。いやありがとうっていうか、そう、岡田、岡ちゃん、ショールームも年内で終了、そう、ショールーム29日までだった気がする、やっていいの29かな。でプラメだけが30日の午前までだから、私がちゃんと起きます、30日の午前。起きなきゃ、ボブにしたら惚れるよ。私ボブだったの知ってる？昔はボブだったの、前髪ありのボブだった。でもあんまね、なんかそのママとかおばあちゃんは私のボブ大好きなんだけど、私が自分であんまり好きじゃないから、自分のボブ子供っぽくなっちゃうの、なんかそれが嫌だ。大ちゃん花束ありがとう、お花綺麗に咲いてる、なんかファンの方からいただいたお花がいっぱいある、家にってか部屋に。かわいい、ありがとう。ショールーム終わっちゃったらこの時間どうするとかどうする、ショールームを徘徊する、で新しい子に出会う。でも本当になんかそのボタ卒しますって人も結構いっぱい握手会で言ってくれたりしたんだけど、まあ別にボタ卒するって言ったからといってそうしなくてもいいと思う、成り行きでまたなんか惹かれる人に出会ったら応援するのもそういうのも楽しいと思うし、違う趣味作るのも、なんかスポーツとかハマるのも楽しいと思うし、なんか、なんか私は
思うのは、応援してくれたファンの人が私が卒業後も幸せな気持ちであってほしいな、幸せな人生を送ってほしいなっていうのが一番思うことだし、自分も幸せになりたいって思う。みんな私の周りの人がみんな幸せであったらそんなハッピーなことはないから、幸せな、気持ちでいてほしい毎日。金谷さんお疲れ、ありがとう、お疲れ様、来れたありがとう。逆にずっと通じるよりパッと切れる、それ分かれるよね多分。あんな人にもとも話したけど、こう卒業後も何かやってほしいっていうファンの人もいるし、パッと辞める方がなんかそっちの方がいいって言ってくれる方もいるし、人それぞれではありますけれどもでもなんかやっぱね、尊い、ありがとう。まあ自分の人生だからね、自分で選択するのがいいよね。自分がやりたいものとか心惹かれるものを選んだ方がいいと思う。メリットデメリット考えず。結婚したありがとう、求婚かわいい、ありがとう、ありがとう、こちらこそ感謝しかないよ本当に。アイスもありがとう、きのっぴさん。ニックネームこのままにしておく、わかった、了解、ありがとう。ちょっと待ってくださいね。あ、やばいやばいやばい。やばい、足がしびれた。無理。足がしびれました。足がしびれて終わってる。じゃあ練習しようかな。この後はちょっとまだまだ覚えることがあるので、僕対頑張っちゃおうかな。すごい地味にハロウィンのイベント地味に行ってる全然気にしてなかったけど、ありがとう。ファイト、ありがとう、結婚してしちゃおっかな考えときます。みんなありがとね、結婚してとかも素直に嬉しいですネタかもしれないけど。さてと、ランキング読むね。13位ヒロさん、12位みずきさん、11位ぐんちゃん、10位あはしまさん、9位つばさほしいさん、8位とびんさん、7位あきちゃさん、6位ハムちゃん、5位大ちゃん、4位ダンヤマさん、3位ワイマツさん、2位安楽、1位カープさん、ありがとうございます。タワーもありがとう、カープさん、結婚してありがとう。じゃあ練習頑張っていきますね。今日は本当に皆様ありがとうございました。握手会楽しかった。11月12月1月もお待ちしてます。みんなも早く寝てくださいね、明日は平日なので。ファイト、ありがとう、頑張る、おやすみなさい、バイバイ。